ロイデ・メイオロイ・アルバート・デ・メイオは、マフィアの構成員。ガンビーの一家のカッポだった人物。身長は5フィート9インチ。彼は、アルコールは五感を鈍らせるという理由で滅多に酒を飲まなかった。銃のコレクターで、南北戦争以前の時代物を好んだ。ブルック人のフラットランズ出身。彼は、ポール・カステラーノから、数多くの殺しの命令を受け、 実行した殺し屋集団で名を狂うを率いていた。カステラーノの命令でカステラーノの美人と評判の娘の恋人の殺害もしている。なぜカステラーノが自らの義理の息子に対して処刑という処分を下したかというと、その恋人が自分の娘と結婚しておきながら他の女性たちと不定を働いたり妊娠中の彼女に対して、 しばしば暴力を古るいとうとう流産させてしまったからである。カステラーノが激怒するには十分すぎる理由だった。彼らが1970年代半ばから1980年代初頭までの間に手にかけた人数は45人から200人と見られている。彼らクルーの残酷な殺害方法は仲間内から証言者が出ていて明らかになっている。 処刑はしばしばブルックリンにあるアパートで行われており、その方法とは暗殺処分の下った人物を、そのアパートの一室に連れて行き、サイレンサー付きの銃で頭を撃ち抜いた後すぐさま、タオルをその頭に巻き付け出血を抑え、その後まだ動いている心臓をナイフで位置付きにして、流血を止めるという方法である。その後遺体を風呂場に持って行き、 シャワーに浴びせながら体内に残っている血を出し切り、リビングルームに戻しそこで解体する。バラバラにされた遺体はいくつかのバッグに分けて、爪一家が支配しているゴミ処理場に捨てるというやり方だったと言われている。1976年、ポール・カステラーノの前のボスカルロ・ロガンビーノの葬儀には参列した。デメオは自動車窃盗弾を仕切っていた。そのため、とてつもなく、 金回りが良かったという。車の盗み、盗難車の販売、氷菓子が主な仕事。コールガールを使った売春業もやっていた。ロイは医学界に何人か知り合いがおり、そのコネを使い中絶に関わった医師を脅し、弱みにつけ込み金を絞り取った。ロイは中絶に反対する者に金を渡し運動までさせており、中絶を問題化させていた。1977年に、 正式なマフィアの構成員になった。この頃から収入が急増しロングアイランドの高級住宅地に家を建てた。近所には弁護士や判事などエリート層が住んでいた。彼のようなブルックリン出身者にとってはそこに家を建て住むのはアメリカンドリームの実現だった。大きな家だったのでメイドも雇った。その後部下が盗難者に指紋を残して捕まったため、 ロイも FBI に追われることになった。さらに1979年、自分のグループの部下クリス・ローゼンバーグが、コロンビア人の麻薬運び屋を殺して金を奪うという、強盗事件を起こした。そのことで、自分や家族が狙われていると思い込み、近所をたまたま通った、大学生を殺し屋と間違えて射殺してしまった。カステラーノは、ロイが、コロンビア人に対する強盗殺人に関わって、 いいいたたのではないかと疑っていたその後、コロンビア人を襲ったローゼンバーグは、上司のアンソニーが地の指示を受けたデメオラによって、射殺された。ロイが、罪のない一般人を殺してしまい、世間の注目を集めたということで、カステラーノは、激怒したという。そのため組織から追われて、家族を逃がした後、バハマ行き逃亡生活をした。その後、危険がないと思い、再びニューヨークに戻る。 しかし、1983年の初頭に、ブルックリンで射殺され、8日後に、愛車のキャデラックのトランクの中からシャンデリアを上から、かけられ、寒さのために凍った状態で発見された。当時 FBI が、組織犯罪取り締まりに力を入れていたためか、彼の葬儀には、仲間や部下は一人しか来なかった。自分のグループの部下ジョゼフ・テスタラに殺されたと、言われている。ロイは、 当時、家内で禁止していた、麻薬取引にも関わっており、自身もコカインの常習者だった。このことが暗殺の理由とも言われている。それでも息子のアルバート・デメオは、父親は、麻薬はやっていないと信じている。なお、翌1984年に五大ファミリー、壊滅作戦の一環として、カステラーの以下ガンビーの一家の幹部、構成員が多数逮捕、起訴され、 デメオクルーの一人、ドミニク・モンティーリョが情報提供者となったためクルーの実態が判明。クルーの監督役、アンソニー・ガッチラクルーの構成員は有罪判決を受けた。彼らはニューヨーク・フラット・ランズにあったジェミニ・ラウンジというバーを拠点としていた。発音は正確にはデメオが近い。ありがとうございます。